春日君今日どうでした？そんなの撮ってるからあれじゃない、容量なくなっちゃう。そうやと思う。すぐなくなる。ちょっと待って、こんにちは、デコヒロシです。言ってないで。だって自分が登場してないで。先に言わない。はい、どうもこんばんは、デコヒロシです。本日私、2月の、今日ですね、2月の6日、土曜日になりますが、東京から千葉に、来ております。千葉じゃない、東京から千葉に来ておりますじゃないです。京都に帰ってきております。何が千葉だったのかわからないけど、まあ、我が、ホワイトジャークの、スタジオですね。山下くんが京都に帰ってくるということで、まあ、スタジオに入れると。
だね。これやだね。完全に高見沢。高見沢や。これな、この部位と見せかけて穴開いてるってことやね。全部そういう。死んないんじゃないの？普通って全部空洞やん。うん、ここだけはないで。セミセミボロ。ほら。へえ。ほんまや。なんか詰まってんねん。詰まってるから。ほぼテレキャスだ。飾りや。はい。疲れた、なんかの。ああ。ピーン。子供が遊ぶ公園、まだまだ
ちなみに王様テーマアップしてんの、アップしてんの。ちなみにあれよ、京都ナンバーサーボーナー。おお、マジだ。遠近法かな。ポジションの方がいい。俺の顔みたいな人たちやってくる。そんな顔してる。テレビがこれやとしたらワイプで。やめろよ。本当のマニアですか。なんか色がツヤツヤしてない。ツヤツヤ。野球部の時代にもう。ツバおんねや。真ん中らへん。真ん中で。逆 V にしながら。の。A にしながら。ツバも A にしながら。A にしながら。ここからなんかちょっと破れて中の厚紙見えるやつ。あるある。もうプラスチック折れるぐらい曲げるから。そうそうそう。ツバも。そうそう。皆様、まもなく京都川越行きの電車が到着します。